ノー競馬、ノーライフ、ワープ TV。 日本ダービー、 OK ワープ TV 競馬チャンネル。今日は日本ダービー、外したら即引退スペシャル、ついにやってきました。この日が来いや。まずは収支的中率 22%、回収率 36%、 マイナス79,500円。この歴史的ダービーの予想を、本命ペルシアンナイト、対抗スワーブリチャードで、3番手アルライン、4番手アドミラブル、5番手ダンビライト、6番手カデナ、7番手サトノアーサ。この7頭、運命の7頭、この7頭だよ。来いや、俺の7頭、外れたらやめてやんよ。じゃあ、日本ダービーの馬券を。まず、4、7、11、18の馬連ボックス、9000円。で、3連単、1着に4、11、2着に4、7、11、18、3着に1、4、6、7、11、13、18のフォーメーション、200円ずつ、計6000円、合計15,400円。勝負だ。さすがダービーだな。オッズがやたら下がってるもんな。いつもよりすげえ下がってるな。生まれん下がりすぎだろ、マジかよ。結構多めに買っといたんだけどな。115,000人、はい、東京競馬場、すげえなおい。ダービーはロジユニバースの時、雨の中行ったのが思い出です。今日は外さねえ。第84回日本ダービー、外したら即引退、 YouTube をやめる。当てたらずっと続けてやるよ。乗り換わりがやっぱ気になるね、ペルシアンナイト、そこだけ。おっしゃ、行くぜ日本ダービー、取るんだよ俺がこのダービーを。まだまだお前らと別れらんねえよ。4と11、1着を取れ、どっちか。そしたら3連単もらうよ、もう俺が。 OK、 最後18番、アドミラブル、俺のダービー、俺の伝説はこっから始まる。よし、スタート来い。11番、いいスタートを切りましたか。おっしゃ、いいよ、出た出た。全国争いがマイスタイル、横山のりこがいくのか、そしてアルワイン、あまり前行くな。松山康平2番手、それをからしてトラスト、ちょっとかかってる11番。オッケーオッケー。3番逃げた、8番トラスト、あー、えらい遅いなこりゃ。マイスタイル、それからトラストがいて、3番手にここにアルアインがいます。外からダイバキャビニーがいます。あとはスワーブリチャードの前目の選択です。それでは先頭から見てみましょう。ちょっとかかってるかな。直線に入ったところです。先頭マイスタイル、前転3番です。市場進行リードを取って、まだまだという感じでトラスト、神田雄二、ダービー初騎乗のアルアイン、えらい遅くないこれ。青い帽子、7番のアルアイン、皐月賞ジョッキー、松山康平3番手、相当からレイドーラ、クリストクルベールが押し上げていく。これは作戦なのか、それを見て追い上げていく。野崎ペルシアンナイト 1000m 63秒2というラップ。さあ6割2頭が流れを何かかき乱そうとしています。上がりに少し下げた、同じ勝負服、竹豊、ダンプライトが、うわー、ルメール前行った、ペルシアンナイトも前行った。そしてクリンチャーが続いています。藤岡粘りの腰、そしてビートライト、松岡まさに漫画がついて9番のレスタープローチです。そのうち2番のアメリカスカップ、松岡のダービー初騎乗、そのからアドミラク、ピンクの帽子は外外を行っている。マイケルスウェイ、各が早くも動いている。14番のジョーストリクというち、なんかごちゃごちゃしてるな今日。後方が攻めている、後ろから2頭目後輩です。最後方から13番のカジラ・フタがゆうち、ここからゴーサインです。どうなっ
すぎるよ、ちょっと。レイデオロか。まあ、硬かったね、今日は。いやー、でも、ちょっと、スローすぎるだろう。まあ、好奇場だったけどさ、ルメールが。ちょっと、ダービーにしちゃ遅すぎるよ。こっちは23秒台、24秒台ぐらいの話で、さあ、予想してんのにさ。まあ、スワーブか、ペルシアンナイト、どっちを、本命にするか迷ったけど、レイデオロを切ってたから、今回。そこはミソかなと思ったんだけど、ダメだね。18番のアドミラブルは、まあ、なんか1着はないなと思ってたんだよね。外してしまったよ。これで、みんなとお別れだよ。はい、負けました。外しました。これでみんなとお別れです。もうお別れになります。当たってんだよこの野郎。外したら引退だけど当たってんだよ副将がさ。お鼻からやめる気がねえんだよ。さらさらこっちはよ、まだまだ続くぜこの競馬チャンネルは。来いやこんな茶番でも OK かな。当たってんだ、外したらやめるっつってんだよこっちは。負けたらじゃなくて外したらやめるっつってんだよ。当たってんだよ副将。まだまだやめねえ。まだまだ行くぜ俺は。アンチども、低評価記録が今日で更新されるな。こりゃ罰として解放するよ、コメント欄と評価を。それで許してくれよ。よし、来週安田記念、もしかしたら府中行くから、見かけたら声かけてくれよ。こんなオチでいいかな。こんなオチでもいいだろバカ野郎この野郎。でまた来週安田記念ワープ TV 競馬チャンネルでした。許せ、これで許せ。